受験生の多くが苦手とするところ、小説というのはすごく難しく感じるんですけれども、ただただ慣れていないだけっていうこともあるので。皆さんこんにちは、河合塾英語講師の宮下拓也です。今日は神戸大学の傾向と対策についてお話をしていきたいと思います。神戸大学は80分で4問、3問の年もあったんですけれども、分量的には変わらないので結構時間的に厳しい問題が出てます。採点が明示されていますので、あまり偏った解き方をしないというのが一つポイントになってくるところになります。で、6回総合問題が2問出て、小説、物語、エッセイ系ですね、ちょっとセリフが多めのやつが1問、そして最後に自由英作文が1問というのが近年の傾向になります。なのでそういった4つをですね、一気に80分で解かなきゃいけないって結構忙しいなというのはちょっとイメージを持っておいてほしいんですけれども、それではまず読解からですね、お話をしていきます。読解問題はもうとにかくオーソドックスないい問題が出てきます。和訳問題、説明問題、もう本当に典型的な問題が出てきます。で、そこで確実に点数を取るために何が必要になるか、これは文構造の理解です。文構造の理解さえできていれば確実に点数が取れる問題というのは非常に多いんですね。なので S がどうしたとか V がどうしたとか、関係試しの塊はここからここまでだとかですね、前置詞の塊はどこにかかるんだとか、こういった文の構造に関わるところ、これはぜひですね勉強するというのは近道になりますから、ぜひ読解問題対策としてやってみてください。あと一方で時間がちょっと厳しいので、とにかく時間を計って時間内に解き切る、そういう練習もですね直前期になってくると必要になってくるかなというところです。で、次にですね、受験生の多くが苦手とするところ、小説物語文というのが当ててきます。セリフがすごく多いんですね。とにかく小説物語というのは登場人物をまずは確認する、誰が何を喋ってるんだというところですね、これを確認していく。あと場面がコロコロ展開しますから、場面の展開を見逃さないこと。で、さらによくあるのが、小説ってなんか最初の方よくわかんないですよね。何書いてるかよくわかんないことが多いんですけれども、そこであまりめげずにですね、どんどん先に進んでいく。で、そうすると後々あ、そういうことだったんだっていうのがわかることが多いですから、先に進みながらですね、わかるところから解いていくっていうのは非常に重要になっていきます。小説というのはすごく難しく感じるんですけれども、多くの場合ですね、あまり触れてないせいでただただ慣れていないだけっていうこともあるので、ちょっと苦手な人はですね、こういった問題過去問中心でいいですから、赤本ちょっと遡って解くとかですね、そういう対策をしていって、で、実際に問題解いていくときは分かるところから解く。最初の方でポンって入れちゃうと間違うことも結構ありますから、分かるところから、あと消去法ですね、消去法がかなり使えるので、分かるところからどんどん消しながらですね入れていくっていうのが一番おすすめの方法になります。で、最後に英作文ですが、英作文はですね、これは何が出るかは全く分かりません。これが神戸大学の特徴です。もうコロ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 変わります。対策をしてても実際にですね考えたこともないようなものが出てくる、これはあえてやってると思うんですね。考える力を問うような、そういう問題が出ますから、もう何が出ても大丈夫っていう気持ちで臨んでいく。で、そのためにですね、様々な勉強をしておく必要があるんですね。いくらですね何が出るかわからないと言っても、結局一緒なんです。どの問題が出てもまずは問いをちゃんと読んで問いに答える、文法語法の面でミスがないように書く、で、あとはちゃんと文と文がつながった論理的な文を書くということができれば OK ですから、様々な大学の問題を使いながらそういった練習をしていくことで確実に対策ができますから、安心して取り組んでください。というわけで今回は神戸大学の傾向と対策についてお話をしていきました。参考になればなというふうに思います。それでは今回はここまででおしまいです。英語の受験勉強していると伸びる時期、伸びない時期とあると思います。伸びない時期でもしばらく勉強を続けているとキュッと伸びる時期が必ずやってきますから、今伸びない時期にいても諦めずにコツコツ毎日頑張っていきましょう。応援しています。